皆さんこんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師高橋孝子です。本日はですね、こちらの白神小玉酵母についてお話をしたいと思います。白神小玉酵母はですね、秋田県と青森県の、ところにある世界遺産ですね、白神山地の土の中、腐葉土の中から取れた自然酵母ですね、まあ、いろいろとこうして乾燥してということで扱いやすくしているのがこちらの酵母になります。で、この酵母なんですけれども、もともとそういった極寒の地で育っているということもあってですね、耐糖体質がすごくあるような形の酵母になっています。体の中に通常の酵母のですね、約4倍のプレハロースを抱えているというのが一つの特徴になっていますので、そういった部分では濡れ陶器種からね、パン作りも可能なタイプの酵母になっています。はい、こちらの方のね、酵母の方の使い方はまた別途お話をしていきたいと思います。